ホセルイス・ロドリゲス・フランシスは、パナマ・パナマ市出身のサッカー選手。セグンダ・ディビジオン・スポルティングで基本所属。ポジションは FW。パナマ代表。地元クラブのチョリー・ジョ FC でプレーを、始め、2015から16シーズンにトップチームに昇格。2015年7月17日のアトレティコ・チリ戦で、プロデビューを果たした。 2016年4月2日のアリアンサ FC 戦でプロ初ゴールをマーク。2016年、買取オプション付きのレンタルでカーヘントの U-21 チームに加入。2016年12月9日、買取オプションが行使され2019年までの契約を結んだ。2018年9月、NK イストラ1961に移籍。2019年2月1日、 デポルティーボ・アラベスの B チームに加入。2019から20シーズン終盤にトップチームに昇格し、2020年7月1日のレアル・マドリード戦でラリーが初出場。2020年9月4日、アラベスと2022年までの契約を締結した後、CD ・ルーゴへのローン遺跡が発表された。2021年7月30日。 2021から22シーズンは、スポルティングで基本にレンタル移籍することが発表された。2015年3月、U-17 代表の一員として、コンカカーフ U-17 選手権に参加、ハイチ戦でゴールを挙げた。2018年5月14日、2018FIFA ワールドカップ暫定登録メンバーに選出された。大会直前に開催された北アイルランド代表との、 新善試合に出場しフル代表初キャップを刻んだ。最終登録メンバーにも選出され、グループステージのベルギー戦で途中出場した。ありがとうございます。